遅れなきゃいたずらしちゃうよ。あらあら困ったわ。ミミこの仮装大好き。あらミミちゃん、そろそろ時間よ。みそぎちゃんと京香ちゃんが待ってるんでしょ。たくさんお菓子もらってみんなでパーティーするんだ。はしゃぎすぎて怪我とかしないようにね。ミミちゃんはみんなの中で一番お姉ちゃんなんだから、何かあった時はしっかりするのよ。はい、それじゃあ行ってきます。それでね、毎年ハロウィンになると聞こえるんだって。聞こえるって何が？町外れにある屋敷から悲しそうな子供たちの声が、遊ぼう遊ぼうって。子供たちは友達が欲しいんだって。もしその声に招かれて屋敷に入っちゃうと。入っちゃうと？お前もお化けになれ！びっくりした？びっくりしたでしょ？みそぎの大声に驚いただけ。お化けなんかいるわけないし。だいたいどこで聞いたの？そんな作り話。学校で友達から聞いたんだ。友達は友達の友達から聞いたって。なんでもその人は実際に行方不明になっちゃったんだって。行方不明になったのにどうやって友達に話すの？あ、確かに。そういうのは都市伝説って言うんだよ。都市伝説？小さな噂をみんながどんどん大きくしていって、最終的にはすごく怖い話になったりするんだって。だからその話も根拠はないってこと。つまんないの。みそぎちゃん、京香ちゃん。わ、ミミ。したら危ないよ。ごめんね、ミミ。早くハロウィンしたくて急いじゃった。よーし、3人揃ったし、みんなでお菓子を集めに行くぞ。あー！トリックアトリート。はーい、お菓子ですよ。嬉しいけど、いたずらもしたいな。ダメに決まってるでしょ。そもそもハロウィンじゃなくてもいたずらするくせに。みんな、カップケーキが焼けたわよ。カップケーキ？行こう、二人とも。切り替え早いよ。たくさんもらえたね。パーティーするには十分だけど、もらえるだけもらった方がお得だよね。けどもう一通り回ったよ。あ、そうだ。じゃあさ、あの幽霊屋敷に行ってみようよ。え？幽霊屋敷？あそこに行ったってお菓子なんかないでしょ。けど立派なお屋敷らしいし、すごい高級なお菓子がもらえるかもよ。
それに京花、都市伝説は根拠なしって言ってたじゃん。それは、あ、もしかして京花、怖いの？怖いわけないでしょ。じゃあ決定、幽霊屋敷にレッツゴー。レッツゴー。なんていかにもって感じ。トリックオアトリート。出ないね。やっぱり誰も住んでないんだよ。ほら、もう帰ろう。ドアが勝手に、誰も住んでないなら大丈夫だよ。ちょっと探検みたいだし、みそぎは入っちゃうからね。ちょっとみそぎ。